さて、それではカースの解除を始めたいと思います。解除なんですよね。ええ、チールさんとあなたには今からこの本に書かれてある通りイチャイチャしていただきます。だから真面目な顔でイチャイチャって言わないでください。お願いですから。モテない女神とその眷属が望んだ真夏の浜辺でしたかったことは全部で6つ。まずは最初の1つ、彼氏と波打ち際で追いかけっこの実践を。おお、王道だね。バカバカしすぎる。以下本に書かれてある情報を読み上げます。波打ち際で水しぶきを上げて追ってくる彼、私はちょっと意地悪して逃げ出すの。おーい、待ってくれよ。ダメダメ、捕まえてみて。あはは、うふふ。あはは、うふふ。空、捕まえた。あーん、もう走るの早い。読み上げる必要はありますかね。何をすべきか正確に伝えておいた方がいいかと思いまして。待ってください。今の私とベル君でやるんですか。ええ、くれぐれも本気でお願いします。そうでないとカースが解けませんので。本気で今の。やりましょう。本気で言ってる？私今のできる気がしないんだけど。恥ずかしがってる場合じゃないよ。とにかくやってみないと。もしうまくいかなかったら私が力を貸すから、二人を確実にイチャイチャさせてあげるよ。ミーシャ、もう突っ込むのも疲れちゃったよ私。ほらほら、始めよう。いや、まずはエイナさんが逃げてくれないと。僕は追いかける側なので。そうだよね。じゃあ、私を追いかけてきて、ベル君。よーし、追いかけますよ。追いかけて。追いかけますよ。追いかけて。追いかけますよ。待って、何それ、何してるの。いや、追いかけっこ。棒読みすぎ。もうちょっと感情入れてやらなきゃ。誰のためにやってると思ってるの。そんな調子じゃいつまで経っても終わらないよ。ごめんなさい。まずははっきり声を出すところから始めた方がいいかと。そうすれば恥じ入る気持ちもなくなるでしょう。そうだね。じゃあ次はお腹から声を出すように。いいね。はい。よし、じゃあもう一回行くよ。ミーシャさん、どうしちゃったんですか。わかんない、変な意識に切り替わっちゃったのかも。とにかく声だけは出してみようか。そうですね、とりあえずやってみましょう。せめて祈りを捧げましょう。おニューの衣装にゃ。好きにしろ。剣を答えてくれ。そんな。お、来るのか。さあ、喜劇を始めましょう。お、来るのか。この作戦で行こう。これが私だ。申し訳ありません。
声だけは出して。あ、はい。よし、エイナさん、僕は追いかけるぞ。追いかけてきて。追いかけるぞ。追いかけてきて。追いかけるぞ。いや、大きな声でやってみたんですけど。声だけ大きければいいってもんじゃないでしょ。何今の、大衆演劇？そう言われてもよくわかんないよ、ミーシャ。なんでわかんないの？二人は何？浜辺でイチャつくカップルでしょ。ならもっとイチャイチャな空気を出さないと。頭空っぽのラブラブバカにならないと。それ、ならなきゃいけませんか。確かに今のお二人からは真夏の太陽のキラキラ感も、恋する二人のキャッキャウフフ感もまるで足りません。手浅なあれし、急にどうしたんですか。本に書いてあるのをそのまま読んだだけです。とにかくさ、もっとイチャつかないと。アハハとかウフフとか言うの。人目も気にせず待てーとか嫌よーとか怒ったぞーとか、いやー怖いーとかやるの。う、地獄、地獄だよそれ。やりましょう、エイナさん。やらないと終わらないんですから。わかった。ただベル君、今日のことは絶対に秘密だからね。分かってます。僕も誰にも知られたくありませんから。よし、じゃあやるぞ。ほらほら、ベル君、私を捕まえてみて。捕まえちゃうぞ。追いかけてきて。もし捕まえられたらご褒美あげる。なんだって、こりゃ本気を出すしかないぜ。待て、やあ、ベル君が本気になっちゃった。でも簡単には捕まらないんだからね。こら、逃げるんじゃない。いい加減にしやがれ。え、なんなんだてめえらは。さっきから俺らの前でずっとキャッキャしやがって。キャッキャして走り去ったと思ったら、またキャッキャしながら戻ってきてを繰り返して。男だけで浜辺に来てる俺らに当てつけてんのかこの野郎。いや、そういうわけじゃ。うるさいこの。せっかくいい感じになってきたとこなのに。ミーシャ、仕掛けでイチャイチャしてるのだから邪魔しないで。意味わかんねえこと言ってんじゃねえ。ダメだってミーシャ、喧嘩しちゃったら。止めないでエイナ、せっかくうまく生きかけた二人のイチャイチャを止めた罪万死に値する。性格変わってません。エイナのイチャイチャを邪魔する人は私が成敗してやる。戦うのね、あなたたちは。おニューの衣装にゃ。うわ
その方向、ここでついえるし、胸が熱くなるね。任せる。これが私だ。ちくしょう、俺だってイチャイチャしてーよー。すみません、なんだかすみません。二次被害が出てしまいましたね。というか見られちゃった。あんな恥ずかしいところ見られちゃった。ですが、そんなお二人の努力の甲斐もあって、最初のしたいことは解決したようです。本当ですか？ええ、このページのカースは解けています。このまま残りのカースも解除していきましょう。あんな恥ずかしいことをまた。私大丈夫かな。ちくしょう、俺も絶対彼女を作ってやるんだ。何今の。そう、とっても自分に素直な人じゃないですか。そんなことよりアイズさん、クエストも無事終わりましたし、少し遊んでいきません？湖で。もちろんです、せっかくメレンに来てるんですから。うん、じゃあちょっとだけ。水には入らないけどいいよね。もちろんです、浜辺で遊ぶだけでも十分ですよ。立候補してクエストについてきてよかった。アイズさんといっぱい遊んじゃお、楽しみ。さて、次のしたいことに移りたいのですが、その前にチュールさん、大丈夫ですか？この後、似たようなことを何回もしなければと思うと気が重くて。もう、エイナがそんなんでどうするの。頑張らなきゃいけないのはエイナなんだよ。いえ、そうとも限らないようです。え、モテない女神と愉快な眷属が望んだ次のしたいこと、それはかっこいい男の子にナンパされたいです。なるほどね、真夏の浜辺でナンパか。確かに夢だよね。ちょっと待ってください。まさか僕がエイナさんをナンパするんですか？それしかないじゃん。ここは男を見せる場面だぞ弟くん。でもそんな、いいんですか。いいんですかって、そんなの聞かないでよ、ベル君。あれれ、なんか二人いい感じ。目と目で話しちゃっていい感じじゃない。何言ってるんですか。それじゃあやりますよ、やりますからね。慌てちゃって可愛いね、弟くんは。ねえエイナ、やっぱりミーシャが一番楽しんでる気がする。彼と出会ったのは真夏のビーチ。最初はちょっとチャラチャラしてるなって思ってた。でも可愛いっていっぱい褒めてくれたし、ワイルドな彼の魅力にメロメロになっちゃって。毎回それ読み上げる必要あります？より正確な情報をと思いまして。これってモテない女神とその眷属が自分のしたかった妄想を書いてるんだよね。それを考えるとなんかこうきついよね。きついって何ですか？とにかく今からあなたにはチュールさんのところまで行き、
本の通りにナンパしていただきます。チャラチャラした感じで声をかけた後にたくさん褒めて、最後はワイルドな魅力でメロメロにしてください。何言ってるか全然わかりません。考えるんじゃない、感じるの。もっとわかりません。行け、かわいい子供たち。おニューの衣装にゃ。好きにしろ。撃ち返え。暗黒の時代を覆す光。必ず手に入れてみせる。申し訳ありません。おニューの衣装にゃ。この作戦でいこう。これが私だ。申し訳ありません。とにかくチャラチャラしている男性からナンパされたいというのが女神の願いです。あと最後には彼女を連れ出してデートしてください。うまくやってよ。私たちは遠くで見てるから。頼んだよ。できる気がしない。そもそもチャラついた芝居っていうのがわからない。チャラついたっていうと、あの人みたいな感じかな。おやおやおや、モノッツビーチに可愛い子ちゃん発見じゃ。無法、その影のある人にも魅力的じゃ。もしよければわしと一夜は共にせんか。ごめんベル君、それは何、目的がわからないんだけど。いや、おじいちゃんの真似をしてみたんですけど。何してんのよ二人とも。巣に戻ってないでお芝居続行しなさい。そうだね。その困ります、いきなり声をかけられても。いやいや、悪いとは思ってるんじゃ。ただびっくりしてしまってのう。だってそのすごい綺麗な人だから。だから声をかけちゃったんです。こんな綺麗な人初めて見たから。エイナさん、お芝居、これはベル君のお芝居。そんなの分かってるけど、でも面と向かってそんなの言われちゃったら、もうどんな顔していいか分かんないよ。いい感じの反応じゃない。イケイケ弟くん、可愛いって褒めまくるんだ。可愛いですよね。すごく可愛いです。このビーチで一番可愛い。こんなに可愛い人初めて見ました。その本当に一番可愛いと思います。もういいから、本当やめてベル君。今です、リトルルーキー。ワイルドな魅力でメロメロにするのです。ワイルドな、えっとと俺と一緒に遊びに行こうぜ。でも初めて会った人となんて、そんなの。いいから行こうぜ。俺に全て任せればいいんだぜ。ワイルドがずれてる気もするけど、でもいい感じだよ。そのままそのまま。さあデートしましょう。僕と二人で真夏のビーチを楽しんで。ベル君どうかした？顔が青ざめてるけど。
なんだかわからないんですが、背中に殺気のようなものが。うわ、神様、それリリも、なんでここに。ベルク、君は今何をしていた。僕は確かに聞いたぞ。よりにもよってデートしようだと。違うんです神様、これはいろいろな事情があって。問答無用です、抹殺案件です。ベル様を殺してリリも死にます。なんでそうなるの。やれる。その方向、ここで追えると知れ。こんなところで。おニューの衣装にゃ。これが私だ。私のものだ。胸が熱くなるね。この作戦でいい。これが私だ。